はい、えー、お金持ち思考ということでね、えー、今回ナミさんの方から動画を送っていただきました今回私が思うのはお金持ち思考ね、まあ、お金持ちになるかどうかは約束できませんけどもあの物事をうまく生かせようと思ったり自分の欲求や欲望を叶えようと思うとねやっぱ思考を変えていく必要があるかなとその思考の一つとして、うん、何か荒さ顔使用してね人の欠点を見つけるんじゃなくてあのやっぱりね全肯定型なのかなと思います他者肯定ですよね だから誰かが何かアイデアを言ったら「俺それすごいねいいね」みたいなねやってみようよみたいな感じですよね、うん、あとはあ「僕もやらせてよ」みたいな感じでまあ同調していくって感じですか、まあ、そうすると何か発言した人がもっとアイデアを言いたくなるんですよでそれについてもっともっと励ましていくみたいな感じですよね、まあ、そういう風にしていくと他者を成功させることもできるしあとはどうやったらね、あのー、その人が 盛りり上がっってていくのかかことを手にに取るには分かりますし誰かを励ますことってやっぱりね自分の意欲にもなるんじゃないかなと思うんですよ自分を頑張んなくちゃなみたいな感じでね、うん、人は励ましてはいるけどもあ自分ではどうなのかなと思ってねあのますます行動動機にななるのかなと思います逆にうまくいかない人って何かっていうとやっぱ人の上げ足を取ったりそれから人の荒を探したりとかしてねでその結果あー相手がね困ったら自分が優位に立ったつもりになってそこで終わっちゃうんですよ だから自分が優れた存在になったと思った瞬間、うん、やっぱりそこでね、すべての動機っていうのは潰れていきますんで、やっぱり自分はまだまだだなっていうふうに、えー、少し思った方がいいのかなっていうところですかね。うん、だからコメント欄でもね、うまくいってる人って、やっぱりね、肯定的なコメントが多いんですよ。うん、どんなあの内容にしてもね。で、うまくいってないだろうなっていう人は、否定的なコメントを一生懸命書いてくるんですよ。で、その否定的なコメントの中にも、知恵が感じられればいいんですけども、 ただ何かねあのコメントを書くことによってこの人に恥をかかせようとかねこの人の矛盾点を探してやるみたいな感じでまあ本当にこう必死なんですよねあでもこういうことに時間を使っている限りはこの人はそこで足踏みしてるんだろうなと思います、まあ、なぜなら成功するってことはねやっぱりその人の批判をする暇がないぐらい活動するってことですからねはいということで今回はね えー、成功者思考お金持ちになる思考そんな感じでメッセージをお届けさせていただきました皆さんどのようにお感じになったでしょうかそれではまた。